はいみなさんこんにちはレック専任講師森田隆二ですそれではただやめにエコノミスト森田隆二の経済会計時事解説第11回目増刊号を開始いたしますよろしくお願いいたしますはい、えー、それではですね本日第11回目増刊号ということなんですが あ本日のテーマはですね、2017年重大ニュースと今後ということでありましてですね私の方でですね、重大ニュース選ばせていただきまして5つなんですけどね、選ばせていただきましてまあそれを簡単に解説しですねそしてまあ今後の日本経済にどのようにつながっていくのかとこういうところですね、お話しさせていただければと思っております。それででは早速なんですけども 本日の構成なんですけど重大ニュースですねもう私の見解で選ばせていただきましてそれが2018年どのように影響するのかということなんですけどもまず丸一番でやっぱりこれですよねアメリカなんですがトランプ大統領が誕生しましたと,選ば,れたこと選ばれたのはですね2016年の、まあ、12月なんですけども、まあ、彼が大統領を、ね、として仕事をしだしたのは2017年の1月ということで。 トランプ大統領が誕生したということで誕生したこと自体がサプライズだったわけなんですけどもその後もいろいろ出てきましてですねそんな話だとかあるいは今後のですね日本経済ないしは世界経済に対する影響なんかもですねお話しできたらなと思っております。 それから2つ目なんですけどもやっぱりちょっと外国のことになってしまうんですがフランスのですねマクロン大統領これがね若い方ですけども選挙で圧勝してですね大統領になりましたとそれからまあ英国のですねイギリスのメイさんですねメイさんが総選挙を行ったんですけど負けてしまったということで、まあ、これがですねまた大きな問題につながってくるということで本日そんな話なんかもさせていただくと。 でそれから3つ目なんですけども、えー、2017年には都議会選が夏にありましたとそして秋にですね、衆議院総選挙がありましたということで大きな選挙がですね、2つあってですね、えー、そのお話ですね、まあ、結構、経済にもつながってくるお話ですので、えー、させていただくということですね。 でそれから次なんですけども4つ目ということで北朝鮮のミサイル問題ということで、まあ、夏あたりからですね北朝鮮の動きがあまあ世界経済に対して、まあ、特にですね日本、韓国そしてアメリカというこの三角を巻き込んでですね緊張関係が高まってきているということなんですけども今後どうなるのかなとそしてもし北朝鮮がですねミサイルを例えば ああまた鬱だとかですねあるいはいろんな開発をですですね進めているということなんですけれども今後のですね北朝鮮の動きっていうのがどういうですね影響をもたらすのかというのを考えてみたいなと思っておりますでそれから最後になりますけれども日本企業のですね不正っていうのもね今年はお今年っごめんなさいね言ってしまいましたけれども二千十七年は多かったのかなというふうに思いますがああその日本の企業の 不正ですね、えー、その不正がですねどういった問題をもたらすのかなというところもねお話しさせていただくということですね。本日はこの5つに絞ってですね、えー、お話しさせていただくと。 でまず一つ目なんですけどもアメリカのトランプ大統領ですね誕生ということなんですが1月20日ですね第45代ドナルド・トランプ大統領が誕生いたしましたとでこの方はですねアメリカ第一主義と米国第一主義アメリカファーストですよねそれをそういった考えに基づいて政策を行うとで主な政策なんですけども反オバマ政策ですよね、まあ、具体的に言えばまあ保護貿易の方向性にありますよね まあ、例えば NAFTA というのは、ね、北米自由貿易協定というのがありますけどその自由貿易をちょっと見直していくという、ねえー、考え方を出しておりますしですね、えー、あるいは、うん、そうですね、うん、ちょっといろいろ出しましたけど次のところですかねオバマケアを廃止するだとかそういった、ね、ことも言われてますよね。 まあ、オバマケアというのはあの医療保険改革医療保険制度をオバマさんがですね改革したということでありましてですね、まあ、アメリカの医療保険というのは日本だったらね、まあ、健康保険というのに、えー、全ての人が、ね、入ってるわけなんですけどもアメリカは入ってない人が多いということでですから例えば盲腸になったらですね入院して盲腸を取るということになったら大体800万円ね払わなければいけないということで盲腸でもそんなに金かかるのかということでやっぱり医療保険っていうのをね 拡充してていいかないとねっそのオバマ経営といわれるね医療制度をまあ構築したわけなんですけどそれをもね一部ぶっ壊すとえ本当は全部ぶっ壊したいのかもしれませんけどまあいろいろ反発もありますんで一部ぶっ壊すとまあいう方向性にね今言っておりますよねですからオバマ経営廃止だとかね反オバマ政策がありますよねえあるいはうんそうですね不法移民規制強化ということでね移民は出ていけ的なことを言われておりますしあるいはこの最近まとまった税制改革ですね ですね、法人税というのはアメリカで非常にねアメリカの法人税というのは非常に高いわけなんですけども35%あった法人税を21%にこう下げますよということで、まあ、これはレーガン大統領1986年に、ね、行ったまあ大規模な税制改革以来の、ね、大幅な減税ということでこれなんかもかなり注目されておりますよね。あのトランプさんは本当はもっと下げたかったのかもしれませんけどなかなか、えー、そこまでは下げられないということで。 法人税減税というのはこれは、ね、結構ねアメリカ経済にはいいことなのかなというふうに思うんですよね。というのはねあの今アメリカ経済っていうのは、まあ、やっぱりこの素晴らしい企業がどん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 出てきておりますよね特に IT の分野でその辺でいう,、うん、うと日本は非常に羨ましいですよね。え日本の企業っていうのは強い企業も,もちろんありますけどトヨタ自動車であるだとかあるいは、うん、メガバンクであるだとかもう本当に伝統的なそういった企業ですよね。 だとかいろんな、ね、新しい企業がどん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 排出されてるということで、まあ、そういった意味では産業の新陳代謝が結構、ね、きっちりとなされてるということでありましてですね強い企業がどんどん出てるとアマゾンもそうですね。で、まあ、そういった企業はですね何をアメリカあの行ってるのかっていうとアメリカの法人税は今非常に高いんですよ世界で一番高いんですよね。ですからアメリカで、えー、商売するもちろんアメリカでも商売してますけどあのそういった例えばアマゾンだとかグーグルだとかそういったところは あの非常に税金の安い国まあアイルランドなんかは非常に安いんですよあるいはアジアだったらシンガポールとかね非常に安い国がありましてそういったところに例えば販売子会社を置いてですねそこから販売するとでそこから販売すればですねそこで利益がたまってですねでそこで利益獲得しても税金安いわけですからまあ結構、その税金をね安く済ませるためにですねアメリカにその販売会社を置かないだとかですねそういうその税金対策っていうのね結構するんですよね。ですからそのアメリカが その法人税を減税するとですねアメリカに企業が戻ってきてくれるというねそういったことが 期待されますすののででアメリカ経済ににははここ税制改革といいううう、ね、必要なことかなかうう思うんですよねだから、ね、日本もそこは見習うべきであってやっぱりあのー、まあいろいろな考え方がいらっしゃいますけどもやっぱり法人税をもっと上げるべきだっていう方も結構多いんですよね。で私はねそれはねどうかなっていうふうに思ってまして、まあ、確かにね一理ありますよ消費税を今度増税しようとしてると一方で法人税は減税しようとしてるとなんで国民に対して税金を、えー、上げるのに。えー 企業は稼いでるのにね法人税を減税するんですかとおかしいじゃないかとそういったね議論も確かにあったりしますけどもまあ、しかしながらね一方で、ね、法人税増税しちゃうとね、えー、税金が安い国にどん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 販売拠点移してったりしてですね結局日本の税収が減ってしまうというねそういったことが起こりかねないんですよねアメリカで起こってたことが日本でも起きちゃうというねそういったことがあー予想されるんですよねですからあーやっぱりこの法人税減税っていうのはやっぱりね致し方ないことであってやっぱり日本 日本の大企業をいじめますとですね結局、巡り巡って国民の首を絞めるということになっちゃいますから。だから私も 感情的にはね気持ち的にはねなんで私ばっかり消費税増税なんですかってそれは非常に分かりますよそれは分かりますけどもだからといって法人税増税っていうことにはつながらないのかなと法人税増税するとですね日本経済が結構ね、えー、沈没まではいかないかもしれませんけど勢いかなり失ってしまうことになってしまうのかなというふうに思いますんで私はねあのやっぱり今回のねトランプさんのその法人税減税っていうのは日本もねやっぱり見習うべきことなのかなというふうに思いますね。 引き下げ競争という,ふうに言ってておりましてねイギリスなんかも非常に低いですしあのいろんな国がですね法人税引き下げてきてますから日本だけ高いままでいるとですね、えー、外資系企業も日本で商売してくれませんし日本の企業もですね海外に子会社をですね持ってったりしてですね利益をそっちで出すと。 日本では結局税収が減ってしまうとそういったことに、えー、が起きかねないわけですからそこのところをねしっかりと考える必要があるのかなと逆に言えばそういったところをきっちりと押さえてですねやっぱり法人税減税だっていうんだったらそれはいいですけどもやっぱりそこのところをねあまり考えずに法人税減税ということはやっぱ法人税減税をするべきなのかっていうとそうではないかなというふうに私は思ってるんですけどね。 でそれから TPP 離脱っていうのもねこれもちょっと大きいですよね日本としてもこれとばっちりをかなり食らっちゃってると、まあ、TPP12 カ国いてあってです、ね、アメリカ軍抜けて11カ国ということなんですけどはっきり言ってそのアメリカと日本でですね TPP 加盟国のですね GDP の9割ですからあそういった意味でねやっぱアメリカが抜けちゃうとですねその TPP の魅力っていうのに欠けてしまうということでねもちろんないわけないよりもあった方がいいわけなんですけどもまあただねこのアメリカが抜けメリカが抜 向けたというのはね非常にね、うん、痛い痛いなっていうふうに私は思ってるんですけどね。でそれからですねこちらですね金融規制緩和ですね金融規制を緩和するということで、えー、アメリカのトランプさんはですねこの金あのやっぱりビジネスマン出身ですからねビジネスマン出身の方っていうのは法人税減税っていう路線になりますしあと規制を嫌うんですよね、えー、規制というのはですね企業からしたら面倒くさいんですよ、えー、規制を守るためにコストをかなり払ってるってことですね。 規制をを守るために費用を計上しなければいけないといとうこととで規制いうのは非常にやりあのビジネスしにくいというね状況を作り出すんですね、まあ、例えば環境規制っていうのをオバマさんは大切にしましたけども、まあ、例えば排出ガス規制なんかはですね、えー、排出ガスを、えーそのね、削減するために何かこう機械装置を買ってですね排出ガスがあんまり出ないようにするっていうことでそれはもうお金がかかるわけですよねコストが上昇するわけですよね。でですすかららら規制を作られるととね企業としたらあの コストが上昇してしてまううということでですからビジネスマンの方っていうのは規制っていうのは嫌いなんですよ。でトランプさんはビジネスマン出身ですからねやっぱり規制緩和っていう路線でありましてそれは金融の方も規制緩和っていうねそういった路線であるのがトランプさんで金融規制を今後ねあの緩和していくんじゃないかなっていうことですねこれを私は非常に懸念しておりますね。まあ、次のとところでちょっとお話しさせていただきますけどね。 それからロシアゲートっていうのがありまして、ねえー、ロ,ロシアとですね、まあ、アメリカでトランプさんがね、裏でなんつながってんじゃないかと、悪いことしてんじゃないのと、まあ、それがロシアゲートですけどもこれなんかもね、勃発したらですね、これなんかもね、もっともっと明るみに出てですね、何やってんだっていうことが、ね、出てきちゃったらですね、これはもう本当に世界経済ちょっとね、また、うん、トーンがダウンするということでトランプ大統領っていう方はですね、本当にこの方自体がね、かなりリスク要因 の塊かなとも思いますんで、まあ、うん、今後の日本経済あるいは世界経済を見る際はですねトランプ大統領っていうのはねやっぱりキーワードですよね、まあ、さっき申し上げましたようにトランプさんのその行動っていうのが日本経済にも直結するんですよ、まあ、例えば TPP であるだとかね、えー、もう直結するわけですからねまあだからトランプ大統領っていうのはもう日本にとってもかなり大きな、まあ、世界にとってもですけどリスクの、えー、要因となってるとそこは押さえておかなければいけないところかなと。で金融規制緩和について、ね、ちょっと述べますけども 今後のアメリカの金融規制の緩和ということであのムニューシン財務長官という方がトランプさんが指名した方がいらっしゃいますけどこの方はですねゴールドマン・サックスの元共同経営者なんですねですからゴールドマン出身ということですからやっぱりビジネスマン出身ということなんでビジネスマンというのは金融規制が 厳しいとですね、さっきも申し上げましたようにコストが上昇してしまうとそ,のそれを守るためにですね、商売,を商売,の,、ねえー、商売の範囲を狭,、ま、狭めてしまうと規制がねですから無入信さんなんかは規制緩和論者金融規制緩和論者で、ね、この方が財務長官ということですから金融規制緩和の方向性にまずあると。 でさ,らにですね、さらになんですけどランダル・コールズっていう方が FRB の副議長にです、ね、いらっしゃいましてね、まあ、この方は共和党政権元財務長官ということでもともと共和党っていうのはですね共和党っていうのは、うん、経済政策でいうと、えー、そうですね古典派というね、えー、まあ,あの方々の経済政策古典派という経済学者がいるんですけども小さな政府っていってね政府の役割は小さくていいんだ 必要最小限度のこととを政府やってればいいんだとですから減税をやっぱりしていくべきであるとそして公共手押しなんかは少なくていいとそれから規制なんかもどん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 できるところは撤廃していこうというのが共和党の考え方であって共和党政権時代の元財務長官それがランダル・クオールズさんなんですけどもクオールズさんが FRB の副議長ということですからこの方なんかもやっぱり金融規制緩和論者というふうに見ることができるのかなというふうに思いますね。 でさらに極めつけはこれですパウエル次期 FRB 議長ということで FRB の議長というのは任期があ、えっと、4年なんですよね。 であのジャネット・イエレンさんという方がです、ねまあ、あいらっしゃいまして、ねまあ、その方があ、まあ現,在まあ、現在というふうに言ってしまいますけど2017年の12月はまだあのやってるんですけども、えー、議長ですね、えー、2月2018年の2月に任期、ねまあうん、が来て降板ということなんですけど、まあ、通常ですねあのアメリカの大統領というのは あのえー、アメリカの大統領がね、えー、FRB の議長を指名するわけなんですけども通常は引き続きやってくださいっていうのが慣例なんですよ。 そして、まあ、アメリカの大統領が次に、ね、選ぶときに次に選ぶ時は、えー、自分が新しい人っていうのが、ねえー、大体のパターンなんですけども今回ね初っぱなから、ね、イエレンさんを外してきてそしてパウエルさんを持ってきたということで、えー、かなり異例なんですよねだからその辺がねちょっと私は、うん、どうかなと私はやっぱりイエレンさんという方はねやっぱりこの金融政策の手腕それから理論をしっかりと、ね、熟知しているということで私はイエレンさんに、えー、やっていただきたかったというふうに思っている人間、ね ななんんですけどパウレンさんにっっっちゃったと関連をぶっ壊してねやっぱりトランプさんといたしましてはね、まあ、イエレンさんはね金融規制をねね、えー、しっかりとと、えー、構築すするべきだという考え方なんですよ、ねえー、取っ払えばいいってもんじゃないでしょうというのがイエレンさんでそこのところにちょっとね、まあ、違和感をお持ちだったというのがまずいい点でしょうねトランプさんがなぜイエレンさんを外したのかというとであとイエレンさんはオバマさんが選んだ方ですからやっぱりオバマさんの、えー、そのね えーまあ、オバマさんが選んだ方を続投っていうのも嫌、えー、だなというふうに思われたんでしょうねですから、まあ、イエレンさんを外して1機で外すっていうのは異例なんですよはっきり言ってまあ大体2期はやるかなということで、えー、前議長のですねあのー えーとバーナンキーさんなんかも2期やりましたし、えー、その前はねあのグリーンスパンさんっていっても18年とかそれぐらいやってるわけなんですよものすごくやってるわけなんですよねですから1、まあ、期でやめるっていうのは本当に異例中の異例なんですけどもそういうことを、まあ、トランプさんがしましたんでまあいろんなところでねこういう異例なことをやってきてトランプ流といえばそれまでなんですけどもまあそれがいいふうにね、えー、まあことが運べばいいんですけど私は今回ねやっぱりイエレンさんが抜けるってことはどうなのかなというふうに思うんですよね。で今回パウエルさんという なんですけどもこの方ちょっと申し上げておきますと今 FRB の理事なんですよそういった意味ではイエレンさんと金融政策を共にしてきておりますんでイエレンさんの金融政策と全く外すようなことはやってこないだろうとその点の安心感はありますパウレさんね、イエレンさんと一緒にやってますからだけどもこの方は元財務次官ということで あ,のあれなんですよ、やっぱりあの共和党政権時代の元財務次官で、あのブッシュ大統領というお父さんの方のブッシュ大統領の時の元財務次官なんで、えー、やっぱり共和党というね、規制緩和を推進するような政党の元財務次官ということですから、やっぱり規制緩和論者だよなっていうことですよね。で、あのパウエルさん自身もやっぱりこのニューヨークのウォール街出身ですから、金融機関の出身の方ということですから、やっぱりビジネスマン出身ということなので、 やっぱりこのパウエルさんなんかもやっぱり規制緩和論者だよなということでですからまあ規制緩和論者がね揃っちゃってるんですよね財務長官 FRB 副議長そして次期 FRB 議長これみんな金融規制緩和ですからねですからちょっとそこの点が怖いかなというふうに思ってるんですよね。であともう一点言うとねパウエルさんっていうのはあの弁護士なんですよ。 ですから、法律の専門家ということで経済学の、まあ、もっと言えばマクロ経済学金融政策の専門家ではないということですね、もちろん金融機関にいたと、財務次官も経験しているということで、金融の実務に関しては、ですねしっかりとやってきたということは、もちろん FRB の理事もやってますからね、もちろんだから金融政策にも関わってますしということで、実務の経験はもちろんあるわけなんですけれども、しかしながら、やっぱり不安なんですよね、マクロ経済、金融政策の専門家じゃないという方がトップに立つ。 って,ね、っていうのはね、今までの FRB のトップっていうのはイエレンさんも、えー、マクロ経済金融政策の専門家ですし、バーナンキさんももちろんそうです。えー、それからグリーンスパンさんがも経済学の博士号を持ちですから、やっぱり大学院でしっかりと勉強しているというまあそういった、ね、バックボーンがあるわけなんですよ。でそれをふそういうまああの経験があってですね、そういう実績があって、そして FRB のトップということなんですね。まあ FRB にはねだいたい300人のねまあスタッフまあ博士号経済学の博士号を持 てるスタッフがいるんで、その頂点に立っているのが FRB 議長なんですよね。そういった人たちを動かしていくんですよ。300万、300人のね、えー、博士号取得者を動かしていく。やっぱりこう自分も大学院で勉強している経験がないとどうなのかなというふうにも思うんですよね。ですからその経済学の専門じゃないね FRB 議長っていうのはもうあの異例ですよ。これも異例なんですよ。 ですから今回トランプさんは異例の人事を行ってきたということでまさにトランプ流なんですけどこれまたリスクが大きいなというふうに思うんですよね。ですから FRB 議長ね今ね、えー、クォールズさんという方がなってますけどあごめんなさい FRB の次期議長はパウエルさん2月に就任しますけどで副議長はクォールズさんで副議長っていうのはもう一人ね、あのー、あいあの本来だったらいるべきなんですよ。ただ今あのもう一人の副議長が あのえー、空になってるんですねですからもう一人の副議長に誰かを当てはめてくるわけなんですけどそこでねやっぱりね、まあ、マクロ経済金融政策の専門家を持ってこないと FRB の金融政策はねちょっと、うん、不安感が残りますよね。 えー、その金融政策アメリカの金融政策というのはとっても大切ですからねそこでマクロ経済の専門家が入ってこないと、ね、ちょっと不安感があるかなということで FRB の今度の副議長ね誰が選ばれるのかなというのはあこれはね注目に値するねそういったことなのかなと思っておりますけどね。 えー、それではではすねその次なんですけども金融規制、えー、緩和がですね加速ということで、えー、だからこういう方々がですねいらっしゃいますからこれから金融規制が緩和されるでしょうと、えー、緩和が加速されるでしょうということでドットフランク法という法律がありましてねそれが改正されるんじゃないのというふうに、ねえーまあ、思われるんですね。 そそもそもドット・フランク法っていうのはさいドットさんとフランクさんがまとめた法律ということで、まあ、オバマ政権の時にまとまったものですからオバ,マオバマさんのねレガシー政治的遺産でもあるわけなんですけどもこれは何かというとリーマン・ショック再発を防止するるための法律であると、まあ、リーマンショックっていうのは要はバブル崩壊でもアメリカ経済世界経済がひっちゃかめっちゃかになっちゃったとそういったことが起きないようにっていうことで作られたのがドット・フランク法なんですね。 でまあ、内容といたしましては金融機関に対する規制を強化しているということでだから、金融機関の動きをですね、まあ、ある意味縛っちゃってるってことですね、まあ、リスクの高い行動を起こすんじゃないよとリスクの高い行動を起こしてですねバブルが破裂しちゃって世界経済がひっちゃかめっちゃかになっちゃったら困るよねということで金融,金融規制を強化している金融機関のその動きをねある意味縛ってる、まあ、法律なんですよね。 ですからやっぱりビジネスマン出身、ウォール街出身の方々が今回ね、ムニューシンさんもそうだし、クオルズさんもそうだし、パウエルさんもそうですから、そういった方々からすると金融機関の動きを縛るそういった金融規制っていうのは嫌いですからはっきり言って、ですから規制緩和というね、そういった動きに行くだろうということですよね。おそら,らくねもう一人の副議長、これトランプさん選ぶでしょうけども、おそらくねさすがに今回はマクロ経済の専門家入れてくると思うんですけど、やっぱり規制緩和の方をね入れてくると思うんですね。そうしたらでねあの 金融規制緩和がさらに加速しますんでね、えー、非常に怖いことが起こるかもしれないとでそれが次なんですけども、えー、今後の金融市場の影響ということでトランプバブルというのが発生するかもしれないと今大体いいねダウ平均株価が2万5千2万0千ドルなんですけどもそれがね例えば3万ドルとかね、えー、3万数千ドルとかいっちゃう可能性があると、えー、金融規制緩和によってねとで、えー、まあ要は金融機関による高リスク取引を再開するかもしれないと。 えー、リーマンショックということがあ、ね、そういうショックが起こりましたんで高リスク取引に規制をかけてたんですけども金融規制緩和ということで、えー、高リスク取引やっていいよと、ね、それを、まあ、言うかもしれないと。 そうするとまあアメリカの金融機関はですね、縛、えー、ら縛、えー、りが解けるわけですから、あまあコールリスク取引を再開してですね、えー、株の売買がいっぱいね、えー、なされてですね、えー、そのダウ平均株価が3万ドルを超えるのかもわかんないなと。ね、ですからあここまではいいんですよ。ここまではいいんですけども、しかし発生したバブルっていうのはやがて崩壊するんですね。あのバブルってね起きて。 起きてる時はいいんですよ破裂しなければバブルって起きてるときは株価が上がってですねみんなあお金がね儲かってですねそれでその儲かったお金でなんかおいしいものを食べたりだとかね洋服買ったりするじゃないですか車買ったりするじゃないですかですから景気が良くなってバブルが発生してるときはいいんですけどやっぱりねいずれ破裂するんですよ。ね、バブルが発生してゆっくりゆっくりしぼんでくれるんだったらそれはそれでいいんですけどもバブルが発生してパーンと弾けるんですよね。 パーンとととと弾けた後いいこここが起こるということなんですよねだからそれを防がなければいけないんですけどなかなか発生したバブルって沈めるの難しいですからだからバブルを発生させないっていうのが、ね、大切なことでですからドット・フランク法っていうのがオバマさんの時代にできたんですけどもそれを今金融規制緩和っていうね方向性にトランプさんは、えー、持っていこうとしてると。 ですからそういう、ね、金融規制緩和論者をです、ね、要職に金融財政、金融、まあ、経済絡みの、ね、そういった要職に今そういった方を送り込んでいるということですよね。 で,えーまあ、あですからバブルがはやがて崩壊するそうしますとです、ね、2008年秋に経験したリーマンショックが再来するかもしれませんねということで、まあ、ここはですね、非常に気をつけなければいかんとただ、これはすぐには起きません、えー、ですからまあそうですね、まあ、数年後、えー、に、まあ、起こるかもしれないということでですから2018はおそらくそういったことは起こりませんよ、えーまあ、2020年以降かもしれないですよね。 株を買ううとということはね、もちろんあの必要なことだとだ思うんですよ、えー。我が日本はですね低金利のそういった時代に入ってますから株をですね、えー、株とかそういった金融資産に手を出すってことは必要なことだと思うんですけども一方でねこういうトランプバルブルのようなものが発生しつつあるとまだ発生してませんけど発生するかもしれないと。そしして発生したら、 崩壊する可能性が高いということですからその崩壊する可能性なんかを織り込んでですねやっぱりあの投資をしていかなければいかんということだと私は思ってるんで、まあ、こういったね、えー、すぐにはトランプバブルが崩壊するわけではなありませんけども、あのー、まだ発生すらおそらくしてないと思いますんでね、えーまあ、す,ぐのあこすぐに起こるという話ではありませんがこういったことを念頭に置いてですね、まあ、例えば投資をするといいのかなというふうに私は考えております。 でではですね、今度、その次なんですけどもフランスのマクロンの圧勝とそれからイギリスメイの敗北ということでまず1つ目なんですけども2017年の5月にですね、マクロンさんが圧勝しましたねそしてフランスの大統領が誕生したということで、えー、ありますとで一方と今度はイギリスはどうですかということでイギリスは今大変な状況にあります6月にメイさんは総選挙に打って出たんですけど敗北してしまったと。 まあ、あの2016年になりますけどもあのイギリスですよねイギリスのは何があ世界的にね注目されたのかというと EU 離脱を発表したということですよね。 まあ国民投票によって EU 離脱をしてほしいという方が過半数を占めましてですねそれで EU 離脱っていうねそういった政治的な決断に至ったわけなんですけどもそれでメイ首相という方が誕生したと女性のねえまあ方ですよね。女性そういった意味では多いですよねさっきの,あの現 FRB 議長これイエレンさんも女性初の FRB 議長ということですしメイさんも女性の方ですよね。イギリスはねとサッチャーさんという 方がね、えー、昔々ですけども1980年代にいらっしゃいましたんでだからあの女性のね、えー、首相っていうのもいらっしゃいましたけどもまああのー、結構ね女性があいろんなところで活躍してるかなとドイツのねあのトップはメルケルさんですけどもあのメルケルさんも女性ですしね。 でまああのー、イギリスがです、ねえー、EU 離脱ということで,で EU 離脱をする際にです、ね、やっぱり国内をちょっとやっぱ固めといた方がいいねということで今だったら選挙を勝てるかしらということで、まあ、総選挙に打って出たんですけど負けてしまったということで状況が悪化してしてまったんですね、えー、メイさんが仕切った選挙で負けてしまって状況が悪化したとそういった状況です。 でまずマクロンさんからいきますけどもフランス大統領選挙を圧勝しましたよとで、まあ、新 EU、まあ、マクロンさんは、ね、EU が大切だっていう方なんですね共和国前進という党を作られてですね出馬しましたけどもでそれに対して反 EU のルペンさんですね国民選挙のルペンさん女性の方ですけどねで戦いましたけどもマクロンさんが勝利ともう史上最年少です39歳の若いフランスの大統領が誕生したということですね、まあ、非常に期待感があったということなんですけどもまあ 39歳、もう日本だったら考えられないですよね、えー、非常に若い方と若い方っていうのはやっぱりね突進、えー、力があるということでまあ非常にねそういう意味では盛り上がったということでしょうね。 でえーまあ、とりあえずフランスは安泰かなと、まあ、イギリスは、ね、EU から出るぞっていうことを言っててその交渉を今詰めてるわけなんですけどもだからもうヨーロッパ結構ねもう今乱れてるわけですよイギリスのような大国がですね EU から出ちゃうっていうことですからやっぱり EU っていうのはですねあのフランスドイツがあってフランスがあってそしてイタリアがあってそしてやっぱりイギリスというねそういったね素晴らしい国が EU の中に入ってるっていうのが EU としてはとても大切だったわけなんですけど今回その EU をイギリスが出るっていうことを言っててそれ で今交渉しているわけなんですけどもですからねあのー、今ヨーロッパっていうのはまあヨーロッパもだから非常にリスクの塊なんですよアメリカはトランプさんがリスクそしてヨーロッパはイギリスが EU から出るとその EU からイギリスが出る際の交渉が今交渉の真っただ中でですねうまくまだまとまってないわけなんですよねですから今後その交渉がですねうまくいかなかったらこれは非常にねそのリスクが紛失する可能性があるわけでそうなると日本経済も火の粉がね飛び散るということになりますので やっぱりね投資とかそういったあのことをねやられてる方はやっぱりヨーロッパの動きっていうのはとっても大切になってくるわけですよね。でですすも、まあ、とりあえずですねフランスは 新 e u のマクロンさんがトップに立ったということで、これはまあ、ちょっと安泰だというふうに考えられますね。で、まあ、ドイツとフランスっていうのは、もうこの e u の中でも、本当にツートップですから。ドイツはメルケルさんで、メルケルさんも e u。新 e u ですよ。e u が大切だというふうに言ってますんで、ドイツとフランスはとりあえずですね。まあ、e u 統合進化。 統合を深めるそういった考えでですねドイツ、フランスはこれからあ、ね、進むということで、まあ、そういった意味ではねマーケットの方々はちょっと一安心ということなんでしょうね、まあ、ただね、ねそのマクロンさんのその後なんですけども、えー、結構、その人気っていうのはちょっと落ちてきましてねあのいつだったかな、ね、9月ですね9月の上院選でですねマクロンさん負けてますからね、まあ、そういった意味でそのマクロンさんの人気に陰りが見えてるのかなということであります。 ある,あるいは先ほど申し上げたドイツのメルケルさんなんですけどもやっぱりね選挙がありましたけどもあの得票で言いますとねまあもちろん勝ったは勝ったんですけどメルケルさんねドイツね勝ったは勝ったんですけども得票でいうと過去2番目に低いということでメルケルさんのですね状況もかなりいい状況ではないかなとマクロンさんもフランスの大統領選挙では圧勝したけども、えー、9月の上院選では負けてしまってるという議席を落としてるんですよ29から28年。 勢いに限りを見せているということが、まあ、ちょっと不安の材料ではあるんですけどもまあ、うん、そうですね、えー、とりあえず、まあ、新 EU の方がドイツフランスと、ね、トップに立っているわけですから、まあ、そこの点で言うとね、えーまあうんえー、大丈夫なのかなとただい勢いがなくなっているからそこはちょっと不安だなということですね。 でそれからですねイギリスに行きましてねまあメイさんはあイギリスのトップでありましてですねあのー、まあ EU から出るぞとういうふうに言ってるわけなんですけども EU から出る際にですねあの国内のね、えー、その政治っていうのも大切になるわけですよメイさんが EU の方々とですね交渉するわけですよねでまとめてきた内容をですね、えー、国会でですね承認をもらうということですから国会の承認をもらって初めて、えー、それがまとまるということですから国会から承認 を引き出さなななけければいいいととうことなんですよ、ね、ですから国会議員を保守党がしっかりと過半数持っとかなければいけないということでメイさんは今,今やったら勝てんじゃないかなということで総選挙に打って出たんですけど負負けけちゃったとでその負け方も結構痛いんですよ、えー、330議席持ってたんですけども318議席ということで過半数割っちゃったっていうことなんですね。 で過半数割っちゃったらですね法案取りませんよで法案が通りません承認もらえませんということでじゃあどうしようということでまあ、DUP っていうね 北アイルランドの民主統一党っていうのがあるんですけどそことまあ格外協力という形で何、えー、かあった時に DUP の方々に賛成してもらってですね、あの例えば法案を通す、えー、承認そのねメイさんがまとめてきたそういったことを承認するっていうねそういったああの格外協力という形でね あのまあ、形にしていくって今後はね形にしていくということでメイさんが選挙をやったことによって負けちゃってですねもう本当に政権基盤が逆に弱まってですねメイさんはこれから大変ですよ、ね、これから EU でですねハードな交渉が待ってるわけですよね EU でハードな交渉が待ってて国内でもですね過半数割れということで非常にメイさんとしてはですねもう胃の痛い日,日がね、えー、続くのかなというふうにね、えー、思いますけどね。 ですから負けちゃったから求心力が低下しているとで EU との離脱交渉これ難航がもう必死ですねですから国内で、ね、こう過半数持ってませんからあそのまとめてきたことを承認するしてもらうだけでも結構、ね、大変な状況になっちゃったと。で、まあ、第2党の労働党ですね負けたは負けたんですけども議席を伸ばして負けてますということですね、まあ、イギリスは二大政党制の国ですけどね。 古くはトーリー党と保育党とでトーリー党と保育党が、まあ、保守党と自由党に変わりですねそして、えー、自由党がちょっと、まあ、落ちちゃって労働党が上がってきたと保守労働という時代に今あるということなんですけども、まあ、古くから二大政党制これがイギリスなんですけども今政権をお持ちなのは保守党なわけなんですがその保守党は過半数割っちゃって結構、うん、国内のね、えー、国内まとめるのは大変な状況になってきてると。で えーまあ、イギリスが、ね、EU を離脱するわけなんですけど e まあいろいろ話し合ってるわけなんですけどもその話し合いがです、ね、うまくいかないというのであればこれはもう世界経済もちろん日本経済にも影響が出てくると、まあ、とりあえずね12月に第一段階は、まあ、ある程度話がまとまったんですよね。で第一段階というのは何かなというと生産金って言ってね EU から出ていくわけですから迷惑かけてるわけですからあ金払って出ていけよということで、まあ、あその額が大体決まりましたね。えー、5兆数千億ということ ですから、まあ、その大体まあ予想されてた数字なんですけどもそれだけその額を5兆数千億円イギリスが払ってですね EU に払ってですねそれで出ていくとそれがまず決まりましたね。であと EU 市民ですね、まあ、EU に住んでる、ね、市民ですね EU 市民の,その,、えー、あの行動ですね イギリスにいる EU 市民あるいは EU にいるイギリスの人ですね、まあ、EU 市民ですね、まあ、それの,その移動とかねその物の移動の人の移動ですね EU 市民の移動なんかは今まで通りということですしあとイギリスっていうのは あのまあ,あスコットランドとウェールズとそれからあのイングランドとねそれから北アイルランドっていうこの4つから成り立っておりますけど北アイルランドとアイルランドですねもう今、うん、EU にお互いいますから自由に行き来してるわけなんですけどもともと同じアイルランドですからねこれからも自由に EU から出た後も自由に行き来したいということなんですけどもそれもあの自由に今まで通り大丈夫だよっていうふうに話がまとまりましたんでとりあえずね第一段階はクリアしたとで。これからは通商政策ですよ、まあ ねあのあのええー、ETF をね、えー、まとめていくと。 あごめんなさい ETF は金融商品ですね FTA ですねごめんなさいねあの、まあ、自由貿易協定をこれからまとめていくということですね FTA をまとめていくと、まあ、通商政策というふうに言いますけどあの関税率をどうしましょう,だどう,しましょうかだとかそういうね自由貿易政策をまとめていくっていうこととあと、うん、安全保障関係ですねそういう話し合いなんかもイギリスと EU 側でやるということで、まあ、これからも結構ハードな交渉が待ってるんですよね。でそれをね、うんまあ、大体その2017年の3月に出る っていう,ふうに通告しましまたんでそれから2年で話をまとめななけければいけないんですよ、ねでまあちょっと2年じゃ無理かなということでさらに2年ねちょっと延長期間を確か設けたというふうに思いますからまあだからイギリスに残されてるその期間は4年しかないんですよですから結構時間が短いと。でその中であの,あのあれですね自由貿易協定、えー、これもね、えー FTA も結ばばなななければいけれれいいいととうことでこでで大変なんですよね自由貿易協定ってねだいたい5年とか5年から7年結構かかっちゃうんですよ。えー、結構その EU とねカナダだったっけな、えー、その自由貿易協定の,、えー、その話し合いがなされたんですけども結局まとまりましたけど結構長い時間かかってますよ。ですから4年で、ね、4年でもう1年近く経過してますから残りあの3年数ヶ月だと思いますけどその3年数ヶ月で。 15期協定の枠組みを作れるのかとね。だいたい7年、あるいは早くて5年それぐらいだと思うんですよね。できるのかなと。そこがちょっとね。不安なところですよね。でその eu 離脱がですね。混迷した場合ですね。日本経済にどういう影響が出てくるのかなということなんですけども、まずえー、まあ、混迷したらですね。 ヨーロッパやばいんじゃないのってことでまあ円が買われちゃうわけですよねで、ヨーロッパの通貨であるポンド高とかユーロとか売られちゃうということで円高ポンド安ということでありますよねそうしますと日本の輸出関連企業の業績が悪化するでしょうってことですねまあ日本という国はですね海外売上高比率の高い、えー、そういった企業が多いですよ、えー、例えばトヨタ自動車海外売上高比率75%日産自動車85%あるいはヤマハ発動機、えー、TDK うえー、あのそうですね、うん、村田製作所まぶちモーターあの辺はねもう9割は海外ですからあ海外で売ってますからねだから海外売上高比率が非常に高い企業が日本には多いとそういった企業が多いと円高になったら、ね、逆風が吹いてると利益売上減っちゃうということですから、まあ、したがって円高ポンド安円高誘導安っていうのは輸出関連企業にとってはね非常に困っちゃう状況なんですよね。 でさらにですね、EU の,その離脱交渉ですね、とりあえず第1段階として生産金だとか EU 市民の権利あるいは北アイルランドとアイルランドの行き来それはこれまで通りということで第1段階はとりあえず話し合いまとまりましたけどこれから通商政策安全保障関係のお話まだまだ残ってますからねそれをちゃんと話し合い、ねえー、ちゃんと残りの期間でまとまるのかとこれが遅れちゃったらえらいことになります。でどういういいえらいこここととが起こるのかっていうとあの輸出関税率ですね、これ上昇 ししてしまうんですね。まああのイギリスとですね今、e、EU っていうのはイギリスが EU の中に入ってますからあのイギリスがですね例えばドイツとかフランスに車を売るっていうと完全ゼロでやってるんですよ。あののイギリスのね、例えばランドローバーバだとか。 えー、そういうねいろんな自動車会社アストン・マーティンだとかいろいろありますけどもジャガーだとかねそういったあの車をイギリスが例えばドイツに売りますよとそういった時関税率ゼロなんですよだか,ら関税かかんないということですよねそれがあの話し合いがうまくまとまらなくてですねそれであの、えーまあ、4年経過しちゃいますとですね関税率が10%になっちゃうんですよね。 のの関税といいうのはこれきついですよアストマーティンだとかランドローバーだとかジャガーだとかもうこれ10%の関税だったらやっていけないかもしれないですねかなりこう経営の基盤を、ね、揺るがすそういったあ、ね、事態が起こっちゃうってことですよね。 えーまあ、あの辺の自動車会社ですねあのランダム・ローバーとかのイギリスっていうのは大体ね6割が、e、向けなんですよですから6割は EU 向けなんで非常にこの関税率が10%上がってしまいますと EU 向けの輸出が減るっていうことにほかなりませんからね、えー、そうなるとイギリス経済としても非常に困ってしまいますしやっぱり日本もそうなんですよ日本はイギリスを拠点としてヨーロッパでビジネスしている企業っていうのはここにも書いておきましたけど大体一0 0社あるわけなんですよね。でその 1, 社の一 ですね、輸出関税率も上昇してしまうということで日本の企業もですねかなり今怖い困った状況になっているという、えー、ことなんですねですから、まあ、日本の企業っていうのは子会社をですねイギリスに置いておいたら何が起こるか分かんないともう欧州拠点をイギリスからあ移すと、ね、EU へ移す、えー、ドイツとかフランスとかイタリアとかそういったところに拠点を移すっていう動きも出てきておりますよねですからイギリスの地価が下がるんじゃないのかというふうに言われたりしてますよね。イギリスから企業がどどどどんどんどんん、えー ドイツだとかそういったところに移っていきますんでそうすると、うんえー、どんどんその土地が余りますんでね地価が下がるんじゃないかっていう話もありますけどねですからまあ非常にですね EU 離脱が混迷するということはイギリス経済もかなり厳しい状況になりますしそして日本経済なんかもかなりとばっちりを受けるということで非常に困った状況があ起こってしまうのかなということですね。でねこれねこういうことを言う方もいらっしゃるんですよ。 あのポンド安になるじゃないかとで、ね、円高ポンド安になるということは？ ポンドが安いんだから輸出が増えてイギリスとしてはこう景気回復するんじゃないですかっていう方もいらっしゃるんですけどそこはねちょっとね私はまあそれも確かに一流あるんですけどもでもどうかなというふうに思うんですよねでなんでかというと先ほど申し上げましたようにイギリスっていうのは結構 EU 向けが多いんですよ例えば自動車だったら6割が EU 向けなんですよですから EU 向けが多いということは EU 向けは今まで関税率ゼロでやってきたわけですからだからバンバン結構売れたわけなんですけども関税率がゼロじゃなくて10%とか何十とかにな,なっちゃうわけですよ えー、そうしますとね、えー、いくらねポンド安って言ってもなかなかね商売、えー、厳しいんじゃないのと、えー、関税率ゼロからですね例えば自動車だった十10%になるといきなり税率が10%上がるとですねこれはねいくらポンド安でもきついんじゃないのということでなかなかねあの話がまとまらないんだったらきつい状況がイギリスには起こるのかなというふうに思いますね。そうすると、ね、ポンド安安円円高高ユーロ安円高ということで日本経済にも悪影響が出てくるということなんでしょうね。 でではですね今度次なんですけど都議会選挙と衆議院総選挙ということでありまして都議会選挙ですねこれは自民党が大敗してしまいまして都民ファーストの会が圧勝ということだったんですよね。 まあ自民党が大敗した理由というのはやっぱり賭け問題というのがありましてですね賭け問題の説明責任というのがまあ安倍総理大臣、まあ、どうなのっていうふうに国民が思ってたとその結果がですね自民党が大敗し都民ハワースの会が圧勝ということだったんでしょうね。 でさらにその後です、ねまあと10月だったんですけど総選挙が行われまして今度は逆にですね、まあ、都民ファーストの会のトップは小池百合子さんですけどもその小池トップさんえ小池トップさんじゃないですねごめんなさいねい言えてなかったですけども小池百合子さんがですね希望の党というのを作りましたがその希望の党が今度は今度は逆に負けてしまったと大敗してしまったとそして今度は逆に自民党が圧勝してしまったっていうのが総選挙だったんですよね。 でなぜかというところをちょっとお話しさせていただきますがまず都議会選挙からいきますけども定数が127ということなんですけども都民ファーストの会が圧勝と小池百合子さんが圧勝したということで6議議議席席席から49議席まで、えー、議席を増やしたと。一方で公明党と都民ファーストの会は都,都議会選挙ではつながりましたけどまあちょっと横ばいかなと。 で自民党は大敗です、ね、半分落としちゃってると半分以上落としちゃってると、ねえー、さらにですねさらに言えばですね、えー、過去最低ですこのお議席数はねそこまで負けちゃってると、ね、で民進党はなかなか増えませんでしたけどむしろちょっと減っちゃったということですね。 で一方で、ですねじゃあ衆議院選挙なんで小池さんの勢いが落ちたのということなんですが、まあ、定数465ということでだったんですよね,定数,はねだから定数が減ったということなんですけどねで定数減ったわけなんですけども自民党は284から284定数が減ったにもかかわらず同じ議席を保っているということですから実数増やしてるというのが自民党でありましてこれ、圧勝です自民党圧勝。ね で一方で希望の党小池百合子さん率いる希望の党はこれ議席を減らしましたね。なんで負けちゃったのということですよね。なんで小池さんは都議会選挙ではあんなに圧勝したのに負けちゃったのということなんですけども、やっぱり言葉や言葉でやられましたよね。あの排除の論理っていうのを使いましてね、そういった言葉を使われましてそこで負けちゃいましたよね。要はそのまあ、えー、民進党ですね。民進党とその小池さんの党があの 一緒になると希望の党で一緒になるということだったわけなんですけどその際に安保法案であるだとかそういうねもろもろ自分の意見に賛成できない方は排除いたしますということを小池さん言われたんですけどもその言葉がねやっぱりねちょっときつく国民には移ったんですよね聞こえたんですよね。それかかから、まあ、やっぱり小池さん人気がなかなかですね伸びず むしろ落ちるということでですね議席数を結果とととしししてては減らしてしまったということなんですよねで公明党はまあちょっと横ばいまあちょっと減らしてますけどまあ議席数自体が減ってますからねあの、まあ、横ばいというふうに見ていいのかなというふうに思いますがで、えー、勝ったのはやっぱり立憲民主党ですよ、ね、こう野党第野党まで上り詰めましたけど15議席から55議席と。 ということでまあ小池さんの新党に入れなかった方々が、まあ、立憲民主党ということで力を合わせてですね頑張ったということでえあの枝野さんがねトップでやりましたけどこの、ね、枝野さんの新党が議席数増やしましたよということでありますよね。 ですから、まあ、結果としては、まあ、国政選挙、まあ、衆,議院選衆議院総運選挙ではです、ね、自民党圧勝ということで、まあ、そういった意味では、ね、私は賭け問題に関してはです、ね、かあのケりはついていないというふうに思ってるんですよ、えー。説明責任がどうなのかなというふうに思っておりますし、まあ、国民の声もおそらくそうでしょうね、えー、説明してないじゃんというふうに国民は思ってるのかなというふうに思いますけどもしかしながら一方で経済政策という観点で見ますとね、やっぱりこの、えー、アベノミクスがあ継続 それはは日本経済にに良かかっったのかなといいううふうに思ってるんですよねじゃあちょっとそこのところもお話しさせていただきますが、えー、総選挙後の金融市場への影響ということで、まあ、与党勝利ということでアベノミクスが継続されるとこれはね非常にいいことなのかなというふうに思っておりますねでそれからおそらくなんですけども次期日本銀行総裁は黒田春彦さんで決まりでしょうとそうすると大胆な金融政策が継続されますねということでこれもね好感触ですよね。 ですからアベノミクスはですね2017年の12月の26日で5周年ということなんですけどもあのアベノミクスのねその成果っていうのは私の第10回目の講義でしたっけねあのアベノミクスの再検討ということでやらせていただきましたけどそこでお話しさせていただいておりますけどもまあ私は総じて。 いろいろありますけどもうまくいってないところももちろんありますけどもそうしていい結果が出てるのかなっていうふうに考えてる人間なんですよねですからそれが継続されるということでありますから、まあ、そういった意味ではねただ掛け問題に関してはもう少し説明をしてほしいかなというふうに思ってるんですけどね。 まあ,あとその、まあ、第10回の講義でもちょっと申し上げてるんですけどもやっぱり黒田総裁ねおそらく選ばれるかなと、まあ、2018年の1月の、ね、通常国会で安倍総理大臣が指名し国会が承認するとそういった形になるわけなんですけども黒田さんの えー、黒田さんは、まあ、素晴らしく仕事をしっかりとされてるのかなというふうに思うんですよ、私はね。で、そこはいいんですけども、やっぱり気になるところは一点、やっぱり年齢なんですよね、えー、日本銀行の総裁の任期は5年ですから、黒田さんが次、えー、期も総裁をするとしたら、末期の頃になるとですね、黒田総裁の末期の頃になりますとね、あのー、78歳になっちゃってるんですよ。 ちょっとご高齢かなということで80歳近い方がですね中央銀行の総裁っていうのはこれはちょっときついかなということですねマーケットっていうのは24時間どっかしら空いてるんですよアメリカが空いてる日本中国のマーケットが空いてるそして、えー、それが終わったらイギリスのロンドンが空いてるということでどっかしらマーケット動いてますからね、えー、為替市場なんかも24時間やってますんでまあやっぱりねそのマーケットの、えー、マーケットに対してね いろんな働きかけをするマーケットのその、うん、まあ、えー、マーケットと、えー、ね、えー、しっかりと、えー、やり取りするその仕事非常に厳しい仕事ですよ、えー、ちょっとでも出現したらマーケット動きますからね非常にこう失言なんかもできない、えー、非常に繊細な仕事でもありますよそして決断力っていうのも求められますよしかもそれを瞬時に求められますよ非常にタフじゃないとできない頭が切れないとできないそういう難しい仕事なわけなんですけどもそういったご高齢の方が 果たして持つのかととというこここでですすよよねねそこが非常に不安なところですよ、ね、まだ73歳というのでいいのかも分かんないですけどやっぱりね78歳もう黒田総裁の,、ね、その末期の頃っていうのはどうなのかなっていうふうにちょっとね考えてしまうんですけどね。まあ、ただそこをちょっと置いとけばですねまあいいんじゃないのっていうことで。 引き続き株高円安っていうのが続くのかなとただし実感なき好景気ですよね、まあ、残念ながらですね、まあ、景気はいいんですけどもあのいざなぎ景気あの高度成長期の時のいざなぎ景気を抜きましてね戦後で2番目に長い好景気なんですよ。2002年から始まったいざなみ景気っていうのがあるんですけどそれにはまだ追いつきませんけど、えー、その次に長い、えー、期間、えー、景気がいいっていうことであの 景気が長い期間はもう戦後2番目なんですよねただ実感がないとさっきり言ってでそれはあの第10回目でも私述べてますけどやっぱりね賃金が上がってないんですよね、えー、安倍政権のアベノミクスによっていろんな数字は良くなりました特に労働市場は飛躍的に改善しました完全雇用です今の状況はですから非常に良い,い だけども賃金が伸びていけない賃金が伸びないということは何かなっていうと結局賃金が伸びないということは自分の所得が増えてないということですからちょっとは増えてますけどそんなに増えてないということですから結局景気がいい実感がないということで実感なき好景気ということなんですよね。 でですかからまあ株高円安ととと、いいいうことで日本経済は確かにいいともう経常利益でいうとですねもうどんどん増えていると過去最景気バンバン出していると企業はねですけども、えー、国民の、えー、その賃金はなかなか増えてませんので実感なき好景気かなということですね。 でまあ、円安が続くということですから円安は売上高の海外比率が高い企業は日本には多いですから企業業績がアップするかなとで企業業績がアップするとですね株高になるかなとで株高になるとですね資産効果というふうに言いますが消費が増加すると株高になるとですね自分の持っている資産の価値が上がるわけですからしたがってですね財布の紐が緩んで消費を増やしていくそういったあね傾向消費を増やすというね行動が結構ね 出てくるのかなというふうに思いましてまあそれを資産効果というふうに言いますけど資産効果も結構ね期待されるということですよねですからまあ安倍総理大臣がこの間の総選挙でですねあの自民党を率いてそれを勝ったということはまあ今後の金融市場日本経済にとってはまあプラスだったのかなというふうに思うんですよねですですからまあ例えば小池百合子さんがああまあもしね国政でも勝ってたらね これは、ね、ちょっっと、ね、不安だったですよね、えー、彼女はユリノミクスということを言われておりますけどいまいちちょっとよく分かりませんよ私読みましたけどね。でまあ日本銀行の総裁を、えー、黒田さん以外の方で、えー、指名してくるのであればやっぱり、えー、このね逆回転が起きますよ。株安円高というね。 円高株安という逆回転がきっと起きたでしょうから、それを防げたということは、まあ自民党が勝ってそれに関しては良かったかなというふうに思ってますよ、私はね。まあ掛け問題に関してはもう少し説明をしてほしい。それは私の気持ちでもあり、おそらく国民の気持ちでもあると思うんですけども、まあもっと説明しないと納得しないよという方の方がおそらく多いと思うんですよね。ただ一方で、あの経済のことを考えますと、まあやっぱり、ね、あの継続性、やっぱり世界からもね安倍さん信頼されてますよね。やっぱり長いですから、あやっぱりね,ねあのー、今までの やっぱり総理大臣というのは非常に短命政権ですからね、まあ、例えば、えー、誰だったかなドイツのコール首相ですかねこの間亡くなったかもしれませんけど、まあ、あの方かなんかが言ってましたけどせっかく仲良くなろうと思っても、えー、すぐ日本の総理大臣は変わるから一向に仲良くなれないみたいなねそんな類のことを言われてましたけどもやっぱり安倍総理大臣もう長期政権に入ってますからね、まあ、そういった意味ではトランプさんとの仲も結構、えー、いいでしょうしやっぱね今、アメリカと仲良くならないと、まあ、今も昔もそうですけどやっぱ今、北朝鮮の問題ありますからね これから話ししますけどややっっぱぱりアメリカとと仲良くなんないとやっぱ厳しい厳んですよねですからまあそういった意味では安倍さんとトランプさんの関係というのは良好ですからで日本はね北朝鮮の問題もありますけどお隣の中国韓国ともあんまりうまくやってませんからねそういった意味ではやっぱアメリカというのはとっても大切になってくるということですからやっぱりアメリカとうまくやる、えー、その安倍さんというのは、まあ、日本にとっては結構、うんまあ、プラスなのかなとは私は考えておりますけどね。 でまあ、北朝鮮のミサイル問題ということでありまして、まあ、7月、ですね大陸間弾道ミサイル ICBM というふうに言いますけども大陸間をまたいで届いちゃうミサイルこれを発射したんですよね。で、えーまあ、まだ届きませんけどもそのうちワシントンに届いちゃうと、まあ、あと1年ちょっとかかるんじゃないのかなというふうに思ってたんですけど結構もう近いうちに、えー、アメリカに届いちゃうということでですからアメリカも今必死なんですよ。 米朝関係も非常に緊張感が高ままってますよねあの逆に言えばねこんなこと言うと不,不謹慎かもしれませんけどアメリカとしてはね北朝鮮みたいな国があった方があのアメリカ経済潤っていいっていうのもあったんですよ。あの例えばね あのアメリカいいううののは、まあ、軍需企業っていうのが非常にありましてね、まあ、例えばロッキード・マーティンであるだとかレイセンオンであるだとかもうアメリカの軍需企業としてもう世界でいろんなものを売ってるんですよ戦闘機だとかあの潜水艦だとかああのいろいろねミサイルだとか,か売ってるわけですねそれを日本が買う韓国が買うってことですよですから北朝鮮のような国があると日本とか韓国に物が売れるわけですからそういった意味ではアメリカ経済が潤うということだったんですけどもしかしながらワシントンにですねミサイルが届くのになったら話は別ということでえしたがってですね アメリカはですね今ちょっとワシントンにミサイルが届いちゃうかもしれないなとじゃあしっかりと叩いておこうかとそういう風な流れに今変わってきてるわけなんですよね。で9月はですね6回目の核実験ということでミサイルがそのうちアメリカに届いちゃうしかもワシントンですよそしてそのミサイルにはですね核を乗っけることもできましてそして6回目の核実験ですよですからミサイルに核を積まれたらこれえらいことになっちゃうと。ね ワシントントにもそのううちち届いちゃうと日本にはもう余裕で届きますからもう日本はもう本当にもうえらいことになってるわけなんですけども、まあ、したがってですね日本とアメリカの関係というのはとっても大切なんですよアメリカと日本がねあの仲悪くなっちゃったらそこにあの北朝鮮付け込んできますからやっぱりアメリカと日本は仲がいいぞということはもう絶対に示しとかなければ今の状況を考えますとねだめですよねですからまあアメリカと日本っていうのはもうあのそういった意味ではねもう本当にまあ強調していかないとこれは国際 社会をね生き抜いていけないかなというふうに思いますんで、まあ、したがって、えーまあ、これからもアメリカかなというふうに思うんですけどもそんなことを言うとね先生アメリカ好きですねみたいなこと言われるんですけども、まあ、私がね、まあまああ,あ,のえー、あんまり良くない頭をねいろいろフル回転させて考えていく結果をね喋ってるわけなんですけどもまあそれ以外の選択肢ってなかなかないんじゃないかなというふうに思うんですけどね。 まあ北朝鮮とね、まあ、話し合ってですねいろいろね、えー、どん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 改善していくような相手だったらここまでひどくなっていないと思いますからやっぱり北朝鮮とこれからどんどん個別に仲良くしていくっていうよりもやっぱりアメリカにすぎ寄ってですねそれで北朝鮮と対峙していくっていう方が私はねうん、まあ、解決策が見えていくのかなというふうに思うんですけども、まあ、それはねちょっとねいろんな考えがあるのかなというふうに思いますが私はまあそういうふうに思ってしゃべらせていただいているということですね。 ありますね、ですから米朝朝それから日朝の緊張関係が高ままっていますよとで北朝鮮のミサイルが発射されたら何が起こりますかということなんですけども例えばアメリカに届くだとか、まあ、日本に届いちゃうとかそういうね、えー、結構危機的状況が起こったらということなんですけども、えー、そうしますとね投資家はリスク回避の行動をとりますね。 ああ北朝鮮がミサイル撃っちゃったよとアメリカの、ねまあ、例えばうんアメリカに近い海にミサイルを落とすだとか、ねえー、日本の,その陸のすれすれのところにミサイルを落とすだとかそういったことをやってきますとです、ねまあ、投資家というのはリスク回避の行動を取るんだということでありまして、えー、株安、円高、金高これが起こりますね。 ままず株が売られますよですから株の値段が下が下るとで、えー、売ったお金で何を手にするのかなっていうと、まあ、安全資産である円あるいは金こんなのが買われるかなということですねだから円高金高ですよね、まあ、有事の時の円金っていうふうに言ったりしますけど何かリスクがあ、ねえーあのー、明るみになるとですね、まあ、リスク回避行動をとりますんで安全資産の円金が買われるということなんですよね。 で、えーまあ、円高になりますとね、まあ、日本の自動車電気の業績がもちろん悪化するでしょうと業績が悪化するとさらなる株安っていうのが起こりましてですね、まあ、北朝鮮の動きっていうのは日本にとって非常にリスクですですからトランプさんもリスク、ね、ヨーロッパも今リスクがある、ね、そして北朝鮮のリスクがあるということで、えー、日本経済は結構リスクに囲まれてるわけなんですよね。えー、だからそのリスクが あの勃発リスクが、ね、表面化しなければです、ね、リスクのままで済んでいるのであればです、ねまあ、今後も結構株式市場なんかではです、ねまあ、株の値段も高い。 え状況が維持されるのかなといいう,うに思いますけどトランプリスク、ねえー、ヨーロッパにもリスクある北朝鮮のリスクこういう、ね、リスクが、ね、どん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 爆発していきますとですね、まあ、結構日本経済世界経済結構厳しいかなというふうに思いますよね。あるいは中国という国、まあ、今うんあまり悪いっていうことは、ね、出てきておりませんけど、まあ、中国経済が減速するとかってなったらやっぱり日本経済もとばっちり受けますから、まあ、やっぱりその世界の動きっていうねそこが 非常に今後,今後もなんですけども日本経済を考える際には必要なのかなと思っておりますけどね。 でえーまあ、株安になるということなんですけどもただし防衛関連の株は上がるかなということで、まあ、例えば日本だったら石川製作所これあの一部上場企業です石川製作所というのは印刷機なんかを作りますけども嫌いって言いましてねあの触れたら爆発しちゃうようなそういったあの、えーまあ、軍隊で使うような商品製品なんかも作っていると嫌いっていうふうに言うんですけどね。 でそれからまあ細谷加工ですね、火薬の会社ですね、それから日本アビオニクス、まあ、これシステム、まあ、防衛関連のシステムなんかを作りますけど、こういった会社の、ね、株は上がったりします。実際問題、北朝鮮がミサイルを撃ったりするとですね今、今申し上げた会社の株なんかは上がったりするんですよね。ごめんなさい、ちょっとコードが絡まってしまいましたけども。えー、っと、すいませんね。で、えー、ですので あのー、そういうね防衛関連のそういったあ、えー、株が上がるのかなと、えー、もしね北朝鮮のミサイルがね、えー、発射されたらねあるいは世界で言いますとさっきもちらっと申し上げたかもしれませんけどロッキード・マーティンあるいはレイ・セオンですね、まあ、こんなところの株なんかも上がりますし実際にも上がりますよね。 まあ、ロッキード・マーティンっていうのはね軍需企業でいうと世界ナンバーワンの企業ですよね、えーまあうん、一番有名なのはステルス戦闘機ですかねステルスってあのレーダーなんかで探知されにくい構造になっておりまして、えー、そういった戦闘機を作っているということで、まあ、ステルス戦闘機が有名かなというふうに思いますけど日本もねやっぱ買ってますよ PAC3 っていうミサイルなんですけどもあの伊藤忠の仲介のもとに買っておりますし買っておりますねそれが、まあ、ロッキード・マーティンですねロッキード社とマーティン社というのが合併してロッキード・マーティンになったんですけども世界最大の軍需、えー 冷戦音っていうと、まあ、そうですね、まあ、ミサイルが有名ですけどもトマホークミサイルっていって、まあ、攻撃していくミサイルがあるんですけども、えー、それを作ってるのが例えば冷オ音でありまして冷、まあ、オ音も、まあ、日本も買ってますね、えー、日本は何買ってたかな。 えとミサイルの迎撃するやつがあるんですけどもそれも伊藤忠のやっぱ仲介のもとに買っておりますんで、まあ、ロッキード・マーティン冷戦をやっぱ北朝鮮のリスクが今高いですから、えー、またいろいろね、えー、日本はこれから買うんでしょうね、まあ、防衛関連の予選は、ね、年々上がっております6年連続上がっておりましてねやっぱりまあそれはね本当はね下げていかなければいけないんでしょうけどもやっぱりね、まあ、お隣と仲良くないと何するかわからない国があるということでありますから、まあ、ちょっとね 防衛関連の予算今ちょっと上がっていってもしょうがないのかなというふうに私は思っておりますけどね。ですからそういった意味ではね まあ、軍需産業に属している企業ね今申し上げたところとかあるいは日本の経団連に属している、ね、企業なんか多くが軍需企業になりますよえー、例えば重工産社三菱重工だとか IHI だとか川崎重工だとかそんなところはねやっぱり潜水艦のかとかい,いろいろ作っておりますしあるいはまあ私が昔勤めてた椅子自動車だったらね SKW っていうまあそういったあのトラックね えーそのうん、車高が高くてです、ねそのまあ、あの足場が悪いそういった道なんかも、えー、結構ねタフに走れるという車があるんですけども、まあ、そういうのも作っておりますしいろんな、ね、会社が、ねえーまあ、その自衛隊向けにも、ね、やっておりますんで。 あのですから、まあ、そういった、ねえー、自衛隊向けに出してるようなそういったあの商品を出してるようなそういった企業の、ね、株価なんかは、まあ、ちょっと、うん、上昇圧力がかかるかもしれないとだただただ、えー、ただやっぱりその北朝鮮リスクが噴出しますと日経平均株価自体が下がりますからねだから下がってるその圧力の方が非常にかかってるのであれば、えー、株価はそういったね、えー、三菱重工とかの株価が下がることになりますし下がってんだけどもその三菱重工のそういった、えー 軍事,のねえー、軍事関連のものが爆発的に売れるというふうに考えるのであれば下がるんだけど、えー、上がる圧力の方がかかりますから三菱重工の株価,、ね、株価が上がるということになるかもしれませんので、まあ、蓋を開けてみたりとなかなかわからないところであるんですけども、まあ、防衛関連の株っていうのは、えー、一方で上昇圧力がかかるのは間違いないかなというふうに思いますね。 でそれから最後になりますけどね日本の企業不正等というふうに書きましたけどもこれがね2017は多かったかなというふうふに思いますね、えーまあ、企業名と不正内容なんですけども東芝という企業が、まあ、もちろんありますけどね日本のリーディングカンパニー東芝ということなんですが2008年から7年間ですね粉飾、まあ、決算をしまして2248億,22億円のですね粉飾決算をしてるんですよね。 で、まあ、逮捕者が一人も出てないっていうことですからまあ、これはちょっとやっぱりね甘いのかなとも思いますよねしかも一部上場が保たれそうですからねどうなのかなとも思いますよねあの、一方でねまあ、ちょっと古い話になってしまいますけどまあ、今は金融商品取引法という法律になってますがまあ、当時は証券取引所ですけどまあ、堀エモ門さんですねまあ、彼はライブドアで粉飾決算をしたと50億ですよ50億の粉飾決算で豚箱に実際入ってますからねで、それに対して2248億円の粉飾決算ですよ。誰もですね、逮捕者出てません からえー、まあこれはやっぱりね大企業に対しては甘いのかなっていうふうに私はどうしてもねちょっと思ってしまいますけどまあ本当に世界にはどう映るのかなというふうに思いますけどね。 それからまあ高田という企業がありますけどもエアバッグの不具合これを認識していたのにもかかわらず売っちゃったということでまあこれはですね、もう非常にやっぱり悪質ということでまった潰れるということで民事再生法でこれからまあやっていくということでまあ1回こう潰れるということですけどね。まあ非常に厳しいですよねやっぱりこういうね不具合があるにも売るということですからね。そういうまああの企業不正ですね、こういういのがね ここういういとをやる企業が日本にあるととややっっぱり、うん、一社でももあるとね他もやってんじゃないのいいうふうふになりますからねあるいは神戸製鋼ですねデータ改ざんということで神戸製鋼というのはもちろん鉄を作ってる会社なんですけども、えー、安倍さんがね神戸製鋼出身なんですよね。でまあ安倍さんがいた会社ということで神戸製鋼のその鉄っていうのはね、まあ、安倍さんちょっと、まあ、今置いといてあんま関係ないですからで、まあ、神戸製鋼の鉄っていうのは、まあ、大体200社ぐらいにねそのデータ改ざんした鉄がいってるらしいんですけども。 あの日産自動車とかねそういったところにもあの乗っててですね あのもちろん自動車っていうのは鉄使いますから、えー、でまあ日産なんかも被害者かなというふうに思ってたんですけど日産もですね企業不正をやってたということで神戸製鋼は日産向けに、えー、そのねデータ改ざんした商品を売ってたわけなんですけど日産自動車もねやっぱり無資格者による検査ということで、まあ、不正絡みのですねことに手を、ねえー、つけてたというね、えー、ことですよね。 まあそれから三菱マテリアルこれもデータ改ざんですねで日産今申し上げました富士重工スバルもですねやっておりましたよとでそれから最近ちょっと出てきたんですけど大手ゼネコイン4社大成建設大林組鹿島建設清水建設リニアモーターカー絡みで談合しておりましたよとそれから電通ですね、まあ、過労自殺ということで、まあ、高橋まつりさんという方がですね自殺されてということで、まあ、ちょっと、まあ、残業とか多すぎんじゃないのということで、えー、労働法にちょっと ちょっとあの定食あの引、えー、っかかってんじゃないのということもありましたのでまあ結構ですねまあ企業不正というふうにすべて言っていいのかわかりませんけどもまあちょっとピックアップさせていただきましたがいろいろ出てきますよねでこういったことが起こりますとですねやっぱりマーケットに対してね影響がどうしても出てくるんですよね企業不正問題の金融市場への影響ということでまあ日本の上場企業ですよリーディングカンパニーですよ今挙げた企業ねそういったところの不正問題っていうのはですねやっぱり金融資質の秩序を大きく乱 ですからそれぞれぞののの企業の1企業業問題でではないんですね、まあ、日本の金融市場に対するもう、えー、そういった大きな大きな日本の金融市場に影響を及ぼすということで,で、えー、日本の金融市場ではですね今や外国人投資家っていうのがとても大切な存在なんですけどもその方々に不信を招いているんじゃないのかということなんですね。 東証1えっと、ね、当初一部で見ますと取引金額の70%以上が外国人投資家ですからねこの方々を大切にしなければいけないということなんですけども、あのーまあ、ちょっとね不信感を抱かせてしまっているのかなと今はまだいいんですよあの世界的にです、ね、金融緩和で,です、ね、金が余ってますから世界的にもう株高ですよ。 株が高いところに今行ってるわけですね金が余ってますから買うものありませんから株買っとこうかということで株の値段が上がってると。で、えー、金が余ってますからねじゃあ日本のマーケットにも金突っ込んどこうかということで、まあ、日本の企業の株も買われてるということで日経平均株価も2万3,000円に近い状況にあるわけですよ。まあ、したがってですね今はまだね、あのーまあ、一時しのぎっていうか金が余ってますからじゃあ日本のマーケットにも金突っ込んどこうかということで外国人投資家は多分、えー まあおね日本の株を買ってくれてますけどもやっぱりこれだけの企業不正が出てきますとね日本の企業ってまあ今はねちょっと金余ってるから買うけども金がね余ってない時状況になったらですね日本の企業俺は選ばないかなっていう外国人投資家がね今回不信感招いてしまいますのでこれからどんどん増えていく可能性があるんですよねそうしたら日本の金融市場ね。 そこが今外国人投資家7割ですから日々の売買でえ金がねそこにこう集まってこなくなったらですねまあ日本の企業がお金調達する際に困ってしまうということになりますからねやっぱりお金を調達しないとね新規のビジネス打っ,て出ます打って出ることできませんからやっぱり株式市場っていうのはとってもとっても大切なね資金調達の場になるわけなんですけどもえその金融市場証券市場そこにねえそこで大切なあーあーまあプレイヤーである投資家外国人投資家ですねその方々に まあ日本の、えー、投資家の方々にもやっぱり不信感もちろん、えー、与えられてるでしょうけども7割と言われる外国人投資家の方にも相当な不信感をね与えてしまったとこれは将来に対する影響ってどうなのかなというふうに思いますね。ですからやっぱり今こそですねその不信をですね払拭するためにね日本企業のガバナンス改革ね これが必須ななのかなといいう,うに思いますね。ガバナンスを今以上に強化しなければいけない企業不正が出ないようなガバナンスですねそれを企業統治ですねそこをしっかりとしていかなければいけないのかなというふうに思っておりますね。 まあ本日です、ね、いろいろお話しさせていただきましたけど5つのニュース2017年,の、まあ、つ2017年のニュースから5つピックアップさせていただきましてです、ね、そのニュースの解説とそして今後の日本経済日本の金融市場への影響なんかを語らせていただきましたけどやっぱりリスクが結構ありますよねトランプリスクそしてヨーロッパにも、e、イギリスから EU が出るという、まあ、それがうまくいかないかもしれないというリスク北朝鮮のリスクあります。そののリススククをうまくこのアベノミクス くぐり抜けて日本経済をいいところに持ってってくれるのかあそして国内にもやっぱりリスクがあるとそれは企業不正ですね企業不正がこれからもどん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 んね後を絶たないのようであれば外国人投資家が今は一時しのぎでですね日本の株を買ってくれてるかもしれないそれをそっぽん向くかもしれない今後はだから非常にまあいろんなところでリスクがありますからそのリスクをですねこれからは うまく、ね、リスクと共存してそして、えーまあうん、日本経済が、ね、う,まい方向性にうまい方向に向かっていってくれればなというふうに、ね、私は考えておりますけどね、まあ、今後どうなっていくのでしょうかと2018年はいい年になればいいなというふうに思っておりますからねね、えー、どうなりますか、ねえー、それではです、ね、本日の講義ですね以上とさせていただきます。どうも皆さんお疲れ様でした